はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4、キングレオのリベンジ戦ですね。とりあえずレベルは上げまして、みんな3か2くらいは上がってんのかな。でマーニャはちょっと呪文上画面なんで見えないんですけれども、メラミを覚えましたので、じゃあこれでキングレオに挑みましょうということで、私の名前はキングレオとさっきと一緒じゃん。まあ、メラミがあればねだいぶ楽でしょう。で勇者は攻撃、アリーナも攻撃、ミネアがどうするかだな。まあ攻撃か。で1回ルカには使っておこう。アリーナの火力とか上がってる、やっぱり通常で40超えるようになったね。ゲッ、いきなり凍える吹雪きた。これは回復に2人回そう。マーニャはまずやる。でミネアも死ぬとな。アリーナは結構ヒットポイントがある、まだ80いくつあるからね。メラミ行くぜ、いけ76、いいね、強い。おお、アリーナかなり役立つな。まだいけんな、アリーナはめちゃくちゃ火力が上がってる。いや、やっぱりメラミ強え。凍える吹雪連発されてんな。さて全員だいたい50くらいか。いや回復薬はでもやっぱりな、生かしておきたいからな。メラミにかけよう。次ちょっとルカニの効果が切れたとしてもマーニャはメラミで攻めます。戻ったか、キラ痛い。さすがにちょっと主人公とアリーナがまずい。ここはこの2人だ。マーニャもね、凍える吹雪とか食らったら死にそうだけど、しょうがない。ここは一発メラミを打ってもらう。キラか。ここから凍える吹雪が来なければよし、なんとか耐えた。でアリーナと、あれ、ちょっと待って待って待って、アリーナを回復させて攻撃でマーニャ、よし46当たるからね。いやアリーナほんと強えな。うわ危ない。じゃ回復薬は2人でいかないとちょっと追いつかない。メラミまだ生きてるか、結構タフだな。うおお、2回食らった。しかしこれはベホイニーで一発でいけるよね。ってことは自分攻撃しよう。自分で自分を回復するミネア。ここは攻撃のターンだ。あ、倒した、よし。5100、かなり経験値持ってんな。18レベル、全員上がってくれっかな。アリーナ19、ミネアも19、マーニャだけなんかレベルの上がり早いんだよね。お、素早さ4上がった。これはでかいな。キングレオは宝箱落とした。鋼の鎧、いやなんか微妙なんだけど何、別になんかやったーって感じはしないんですけど。この私がやられるとは、お前たち一体何者だ。もしや地獄の帝王様を滅ぼすと言われる勇者。バカな勇者ならデスピサロ様がすでに殺したはず。グフ、殺したのはデスピサロじゃなくてどっかの手下だよ。褒美を取らせようって言ってたからね。はっ、ここはどこだ。私は今まで何をしていたのだ。そういえば許されるとでも思っているのか。こいつは覚悟、思い出せん。私は一体今まで何をしていたのだ。まあ政治家によくあることだな。こいつも王様だから所詮政治家の一人か。げ、これで終わり。はっ、私は一体今まで何をしていたのだろうか。え、兵士とかも操られてたの。さすがは勇者殿、お見事でしたぞ。しかし今の魔物さえ世界を破滅に導く悪のほんの一端に過ぎますまい。勇者殿、これからが、これで戦いが終わったわけではござらぬ。世界を破滅から救うためこのライアンめも勇者殿のお力になりますぞ。まあライアン、
お前の旅はここで終わりだ。あとは馬車でゆっくりしててくれ。お前の寝床もちゃんと用意してあるからな、棺桶という寝床が。では私は一足先に馬車の方でお待ちしています。こいや、こいや、そいやこいつ覇者の剣装備してたよね、パクロ。パクってうろと言えなくなってしまいましたって何。ライアン様が嬉しそうに外に出ていくのをお見かけしました。ホイミンどうすんのこいつここにいるけどさ、まあいいか。で音楽が変わったんですけれども、けれどもどうしようか、次どこへ行けみたいなこと誰か言ってくれんのかな。ちょっと情報収集する。ホイミンいなくなってる、一瞬の間に消えたな。王様とかどうなってんだろう。なんかここら辺に、そうだよね、階段あったよね。ちょっと俺が次何をするのか教えていただきたい。てかこっちから行かなくてもさ、もうキングレイを倒したんだからいいんじゃないか。いた王様、先代の王。返事がない、ただの屍のようだ。マジか、死んでる、死んでしまったか。まだ白骨化してないから。こいつ何してんのじゃあ、話せる。うつらうつら、ずっと寝てんな。こいつも実は寝てるんじゃなくてもう死んでるんじゃないか、あの兵士も。いや先代の王様まさか死んでしまったか。あの兵士じゃあいらなくない、もう本当に。まあ寝てるだけだけど。なんとキングレオ様を倒した。あばばお許しください、私は脅されて大臣をやっていただけ。ああ私にもっと勇気があったらあなた様のお伝えをできたものなんだこいつはおお、そうじゃ、今からでも遅くない。実は憎きバルザックはサントハイムのお城にいます。どうです、役に立ったでしょう。あ本当だ、役に立った。じゃあサントハイムに行きますか。じゃあまずは寝よう。寝てサントハイムに行きたいんですけど、バルザック、お城の中だからあれか、馬車は連れてけないよね。ちょっとねせっかくだからね、ライアンの力を試したい。でどこだサントハイム、どっから行けば近い。こうだな。地図的に全然敵出てこないね。ここってなんか怪しい、何にもない。であそこがエルフの塔。マリンワーム、ミミズだな。ゲッ、アリーナの一匹で一発で倒せないんだ。ちょっとめんどくせえな、窓ハンド的な感じだな。意外にタフっていうところがね、まあ、本当はマーニャメラミ使えばいいんだけど。ちょっと一回城に入ります。で4人か、なるほど。じゃあライアンお前の力を見せてもらおうか。並び替え、ライアン棺桶引きずってく、せっかくだから。あそうそうそう、これね勇者じゃないとその章の音楽になるんだよね。まあそんなものはどうでもいい。棺桶が通るぜ、棺桶のお通りだ。サントハイムの城は俺たち魔物がいただいた。この城の王はバルザック様だ。聞き、てかさこれ全滅したらさ金半額になるの。まあいいや。メラメラ人間め、殺されぬうちにさっさと出て行け。結構平和だね。え、敵出てきた。最男ライアン一人だ。まあいいや、全然平和じゃなかった。これはもう最男にやられない、やられた。え、これって生き返る、命を与えましょうってさ言ってくれてるけどさ、
別に死んだまんまなんだけど。ライアン・クリフト・ブライ、トルネコが外されてる4番目にいたからか。金は半額になってる。ひどい。ライアン、金返せお前。でサントハイムはただこれであるね。ルーラで行こう。ちょ、悲しい音楽になってんだけど、フルメンバーで行きます。さっきまではね、多分威力偵察だから、新しく入ったライアンに威力偵察をしてもらう。この町よく無事だな。サントハイムの城下町でも、お城の人々が消えてしまった。ああ、この国は一体どうなってしまうのかしら。まだ大丈夫だよ、あれだけ魔物にさ支配されてこれだけ元気なんだから。魔物たちが住み着き出しました、恐ろしいことですって言ってここに住んでるんだから、まだ大丈夫。こいついつまでたっても子供だな。あれからどれくらい年月が経ってんだ。っていうかさ、鍵手に入れたんだからさ、いろんなとこ行けそうだよね。まずはここ、ちょっと一覧で鍵付きの、あれ なんかここあるじゃん、店じゃん。毒針、鋼の剣、履力の杖、ミネアの攻撃力、あ、マーニャの攻撃力上がんねえ。でも履力の杖ってさ、マジックパー使うんだよね。どうしようかな。まあ魅力的なのは履力の杖だね。ここでいくと金が足りない。あれ、ここがまた下行けんのか。で、私は歴史の研究家です。その昔サントハイムの歴代の王様は未来を知ることができた。だとすれば今の王様にはそういう力があったかもしれない。なんか怒ってない。何も怒ってないな。で、この看板とか別に鍵がなくてもいけたんだね。未来の僕の娘、今君はきっと困っているはずだから、いいことを教えてあげるね。お空のずっと上には天空のお城があって、竜の神様は住んでいる。竜の神様はとても強くて、大昔地獄の帝王を闇に封じ込めた。天空のお城のことは北の海のスタンシアーラの人々が詳しい。サントハイムの王様より。え、なにこれ。まあいいや、とりあえず今はサントハイム奪還計画。結局ライアンの偵察はあまり意味なかったな。威力偵察としての役をなさなかった。この城は我らのもの、人間は立ち去れ、メラメラ。人間め、この奥の宝には近づかせぬぞ、さあ帰るがよい、メラメラ。みんなメラゴーストばっかりだな。そんなんでいいのか。ここはサントハイムの城、しかし今は魔物の城。資料使い4体か。ベギラマを使っていこう。ゲッザキ、あぶねえ。ザキ系がちょっと怖いよね、やっぱり。いきなり死ぬからな。効かねえ。全く効かん。全く。ルカに90とかめっちゃ下がるし。資料の騎士はいいや、ほっとこう。先にこの資料使いを倒す。ぐわー、食らう。やばい、何気にダメージを食らう。で、王の場にいるはずだから、そんなにね遠くはないのよ。薬草58個だ。これで全回復しよう。満タンってさ、薬草で満タンにできないのかね。マジックパワーを使わず。で、そもそもさ、何のレベル上げもしてないけどさ、倒せんのかな。いや、マーニャのメラミがあればいけるはずだ。王様がいる。ちょっと左のやつに話そう。先にバルザックのやつ、息鳴りやがって。デスピサロ様の命令じゃなきゃあんなやつのもとで働きゃしないのに。上司としてはいい上司じゃなさそうだね。なんで並び直すの。ふふふ、人間め、この城に何の用だ。ほう、おお、懐かしい顔が見えるな。やはり来たか、エドガンの娘を再びこうして相まみえるとはな。
どうだ、見違えたであろう。私がバルザックだ。すでに私は究極の進化を極めた。この肉体は神に近い。もはやデスピサロ様、いやデスピサロのやつも私には及ばないだろう。絶対そんなことない。エドガンの娘をさぞかし父が恋しかろう。すぐ父親の元へ送ってやるぞ。あれ、この音楽なの。まあいいや。まあ攻撃するしかないよね。まあみんなやもな。一番最初のターンは特にやることない。まずアルカリ。いや火力がなさすぎる。あー効かねえ。ぐわヒャダルコー、やべえ、つえ。ちょっとまた回復2人で回さなきゃいけないか。ルカに効かないのちょっと痛いな。まあいいや、回復できるときに回復しておく。メラミはいけるでしょ。くらい、よし75、2回攻撃食らったやつらを回復させる。ただ攻撃を食らう分にはねすぐ戻せるんで、全体の攻撃がなければなんとかなる。いやー早いか、バルザックの方が。死ぬ、やばいやばいやばい。でミネアはさすがに殺したくないから、ミネアとマーニャを回復させよう。ちょっとアリーナには頑張ってもらおう。よし、ベホイミが先行した。効率的には弱いよね。ヒャダルコ、ここは主人公アリーナ攻撃に入るか。ちょっと防御しようかなとも悩んだんだけど、攻撃に走る。食らったらまずいね。やばいな、どうする。いやーミネアマーニャだな、こいつ。聖水ばっかりだな。そうレベル上げてね、メタルスライム狩りをしてたから薬草持たしときゃよかったな。いや、おおいいね、会心の一撃かなりでかい。おお倒した、6500。キングレオより持ってんな。19レベル。これでどんどんレベル上がってくね。魔法捨てレベル20。ザオラル覚えた、やったー。トラマナ、そんなバカな完璧なはずの私の体が打ちのめされるとは。しかし進化の表がある限り私は滅びぬはず。今にググ実験は失敗だったようだな。デスピサロ様に報告せねば。進化の秘宝を完成させるにはやはり黄金の腕輪が必要なんだ。暗黒の力を増幅させるという黄金の腕輪。黄金の腕輪を手に入れ進化の秘宝を完璧なものとしたとき、そのときこそ我ら暗黒の種族の時代が来ようぞ。わはは、すげえな、消えることができるのか。あれ、それで終わり。でここは相変わらずおぬけの殻だから、さっきの宝物庫みたいなところに行きましょう。あ、トラマナ覚えたから早速トラマナ使おう。マグマの杖、マグマの杖をどこで使うかっていうのはなんか情報あんのかな。あやかしの笛、力の種、腐ってそう。じゃあちょっと手に入れたもの見てみますか。あれ、道具に入ってんのか。ちょ一回整理しよう、道具整理。マグマの杖って持ってるね、装備品だからか。アリーナが持ってる。戦いの時道具としても使える。攻撃力は上がる。どうしようかな。じゃあマーニャに装備させとこう。でマグマの杖は道具だからいいとして、あやかしの笛ちょっと使ってみますか。
まあ何も来ないんだけどね、ここだと。ということ、え、敵出んの？知らんかった。驚き戸惑っている。まあ、バルザク倒したからね。お前のような雑魚は会心の一撃で一発よ。さっさとこの城から立ち去れ。敵出るんか。マジで。それは知らなかった。そうですね。じゃあ、まあ、次のところに行くのもいいんですけれども、あとはちょっと時間的にも鍵開けしますか。せっかく魔法の鍵を手に入れたんで、魔法の鍵で行けるところを探していきたいと思います。ちょっと調べます。ではおはようございます、いってらっしゃいませということで、一応今見てるところから順番に行きましょう。エンドールから。右下の防具屋、1階宝箱。あ、ここ、あ、行けるね。あれどうやって行くの。ここはいろいろ珍しいものを売っていると聞いた。防具の店、三河氏の服、刃の剥離メタル鎧とか、たっけー。いやー、でも買えば超強くなるな。ちょっと待って、これの1階宝箱、さっきのところか。え、なになになに、参考尾行か。城に左右の入り口から入り、下り階段付近の魔法の鍵を開けたところ。一回城に入るの、左右の入り口から入り、あ、下り階段ね、上にあるね。この下り階段の、あれ、これ何、これコロシアムっていうか結婚式になってんじゃん。あ、下り階段付近の魔法の鍵、え、あった、そんなのあった。へえ、でまた降りて、降りて向かった先か、城とつながってたんだ。ああ、なるほど。力の種、小さなメダル、諸刃の剣、絶対呪われてるし、自分もダメージ食らうんだよね。それくらいだったらいいかな。こっちから話そう。ちょっとちょっと中に入ってこられちゃ迷惑だよ。こいつじゃあこっから出勤してんの。お金を貯める100のコツ。いやー、もういいや。大変だな、お城から出勤してんのか。でここに来るとなんかある。なんもない。じゃあ次、エンドール3階、夜、え、夜にしなきゃいけないんだ。ただ闇のランプは持ってるからね、闇のランプで夜にしますか。3階白タンスだね。はいはいはい。あれ、どうなってるこれ。こうか。一応夜でも城には入れる。で、え、ちょ、待って待って待って、何、見つかっちゃダメなの、めんどくせえ。
これをまたやんなきゃいけないのか。異常な足ってただ寝てるだけかい。これだって後ろから行ける？楽勝だな。こいつは大丈夫？あ、家政婦さんか。こいつに見つかったらダメかと思った。家政婦はミタになってしまう。すやすや、お父様ごめんなさいって何？こいつまだ起きてるよ。わっはっは、まさかこんなに早く姫が結婚するとは思わなかったわい。わしの寝るところがなくなってしまった。そういうこと。不眠不休で働くんだな、この国のために。ここを漁ればいいってことね。王様の目の前で持ってくからな。大した度胸だよ。そうじゃないと勇者は務まらない。アミタイツ、これ何、どうする？アリーナにそびさせる。お、いいね。なんかピンクのレオタード、ちょっと見てみようか。せっかく良さげなものを見つけたんで。守備力上がる。鋼の鎧より強いんだ。アリーナだな。やっぱりアリーナのね、装備品が結構少ない気がするんだよね。でも何気にあれ上がってんな。さて誰に装備させるか。やっぱアリーナだな。ちょっとアタッカーで前にいるから。アミタイツなんか上がるんだけど、これ何、アミタイツってどこの部位？いや、アリーナに装備させよう。結局よくわかんねえや。で、エンドールはこんなもんですね。次、サランってどこ？そんな街あったっけ？サランって書いてあるんだけど、謎すぎる。毒消し布の服いらん。あ、見つかっちゃった。いいや、別にもう取るものは取ったかんな。遅かったな、発見が。すでに仕事は終えた後だ。五章盗賊の鍵っていうのもあるね。あー、バトラントね。バトラントに行けばまあいろいろとまた手に入るみたいなので、ちょっと次はじゃあバトラントに行きましょうか。まあそんなわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。